炎上の降伏は敵軍師核が仕組んだ巧妙な罠であった。かろうじて窮地を脱した曹操だが、その代償として天位を失う。自らの命を預けるに足る男の死に曹操は深く悲しんだ。一方で敵の軍師核を高く評し、彼を自らの陣へ迎え入れる。力を得て前へと進む。それが今の曹操にできる全てであった。それから1年余りが過ぎた冬、曹操のもとに劉備からの使いが来る。当権亡き後、徐州を治めていた劉備が呂布に城を奪われたという。もはや武を頼みに暴れる野獣の時代ではない。そう断じた曹操は、呂布が居座る可否の城へと軍を進める。また核の実力を確かめるべく、この戦の策は彼に一任した。核、核か、核をとも、曹操に集う蚩尤が乱世の野獣に挑む。乱世は打算で渡るもの、過分か登場。あとは俺の指示ですぐに実行に移せるよ。待機だ。はっ、行くぞ。どうだ、カクカ、お前の目から見て、あやつは。いえ、まだ。騙し討ちはできても、城攻めが巧みとは限りませんし。やつの卑劣な手で、天衛は死んだ。そんな男の力まで欲しいか、モトク。おお、これは曹操殿。こちらはほぼ整いましたよ。さあ、曹操殿、始めるとしましょうか。ははあ、何か終わりのようで。お主は我が国王たる天衛を奪った。それは敵する者同士の習い、攻めはせぬ。だが相応の力を示さねば許さぬ。天衛の武勇に釣り合う英知、見せてみよう。あの異常夫と同等の働きを。これはまた随分と厳しい条件だ。が、そのくらいの方が張り合いもある。さて、見ていってもらいましょうか。核、あなたの知略は並々ならぬものがある。この戦で見せてほしいな。知略だけでなく、あなたの資質のすべてをね。ふん、俺は刃を交えず人を陥れる手合いは好かん。だが孟徳が軍師を求める以上、やむを得ん。俺は俺で奴の道を切り開くのみだ。だが相応の力を示さねば許さぬ。天衛の武勇に釣り合う英知、見せてみよう。将も兵も気力に満ちている。これが曹操殿の軍か。しかし遅れを取るわけには参らぬ。我が義の刃にて悪逆の党
呂布を討たん。私が不甲斐ないばかりに徐州の民は、いや、今そんな泣き言を言っても始まらぬな。この度の同盟、心より感謝する。乱世の防衛、呂布を討つべく共に戦おう。陳宮は殿の配下であった。それが牧羊で呂布の軍師となるとは。今回の一件も陳宮の進言によるものと聞く。腐り切った知恵者は私が厳罰に処する。さて、そろそろ頃合いだ。行くとしようか。はっ。呂布のような手合いは力比べじゃ厳しい。ここは地の湯を生かし水攻めといきますか。これは水門を開けに北へ向かいます。主軍は城の正面で敵を擁護してください。このところの雪で水かさが増えている。水門を開けばたちまちこの一帯は水浸しだ。農場する相手への水攻めは格好の策。あの呂布というのも耐えきれないはずだ。おお、お前の戦並大抵ではないな。あれは曹操の軍勢か。まずい、水門を破る気か。俺たちのことを触れて回る気だね。これは放っておくと面倒だ。いつもながらお見事な武勇。だが出番もありません。水門へ向かっている模様。何、曹操軍か。ここは絶対に通さんぞ。これで俺たちの動きを知られずに進む。さて、進軍を続けようか。
と戦場で遅れを取るとは覚悟はできている。好きにするなんて、武神ってのは潔いもんだ。さてこっちはまず目的を遂げておこうか。こりゃ下肥城もたまらんだろ。さて仕上げていこうか。そろそろ水圧で門が破れるこの間。外からの水圧で門が破れるぞ。城の門が開いた。さて、いよいよ残るはあの猛獣だが。エキション、打ち取った。曹操殿、この度の共闘、深く感謝いたします。私の目的はただ、呂布を打つことのみ。リュウリュウ、お前らは刺激を与えたに過ぎん。長野神明などで動いては乱世を超えられる。貴様もそれを覚えておくのか。それはいささか、いささか厳しい。剣術殿に天狗を頼むしかありませんな。形勢不利と見て援軍を頼むつもりだ。ここは止めておいた方が無難だろここまでやらんとダメじゃない。お見事、見せつけてくれますな。楽しくなってくる。雑魚が束になろう俺には勝てる。最強の武を味わわせてやる。歴史なんだから存在することに役立つ。悪いが、そろそろいなくなってもらうだ。生きれるかな。私は、ご対応できる。やエキション、撃ち取った。いや、
手間を取らせてくれたね。さて、お縄についてもらおうか。呂布よ、その力見事なり。毛徳、まさか。ん？大丈夫ですよ、殿は。うん。呂布、そして長領、お主らに問う。力とは何ぞや。くだらん。戦い、勝ち、すべてを得るだけのことだ。己が信念を果たすための術と心得る。そうして呂布は首を打たれ、長領は迎えられた。閣下殿、曹操殿は力を求めているのだろう。呂布はとんでもない力だと思うがね。どれだけの力があろうとも、信用に足らぬ者とは共に戦えない。ははっ、なるほど。その点、あなたはもう大丈夫のようだね。